んちゃん。これがいい。はい。白熊さんに乗る？どうぞ。ポン。はい。いい返事で、おはようございます。おはようございます。ポンちゃん。うん。はい、はい。白熊さん乗っていいよ。うん。うんうん、できたにゃん。起き抜けでなんか夢見たね。はい、うん、そう、この毛布の上で寝てたのね、パンね。黒犬パパは貧乏が限界ギリギリまで行った夢を見ました。怖かった。めっちゃ怖い夢でした。ポンちゃんとジャックンのために頑張らないとね。詰まったトイレが直せない家庭っていうのを、どういうこと？貧乏だとトイレが詰まるっていうこと？いや、自力で直そうよ、あのスポンっていうやつで。だから、うん、今日からはもうトイレに行けないよっていう夢でした。なんだその論理。ポンちゃん、ポンちゃん、はい、頑張るね、ポンちゃん頑張るよ。あら、かわいい、ポンちゃん、はい、パンちゃん、うん、できたな。はい、なーに、出したな。はい、パン、パンちゃん、よく泣くね。パンちゃん、ジャン君はご飯食べています。足変です。いい音。あの足変です。わかるかな、片足残し。あ、ポンちゃん、ポンちゃん、もうカエルくん、ジャン君がケリケリしてたんだけど、ポンちゃんもやらない？ポンちゃんはもうケリケリしないね。ポンちゃん、じゃあ、ご飯食べた？食べたね。美味しかった。美味しかったね。お利口さんね。ジャン君もポンちゃんもお利口さんね。カリカリ食べたお利口さん。二人とも、ヒルズのチキンが意外と好きです。ね。美味しかったってさ。美味しかったって。そんで、ふみふみ。ジャン君、ポンちゃん、そこをどいてあげないと布団が片付かないよ。いい感じだな、それ。最近のジャン君のお気に入りポジションはちょっとブリのあるこの足の間です。今短パンなので素肌が当たってあったかいのかもしれません。というのもね、昨日も今日もちょっと涼しいというか寒いくらいですね。なんだか変な天気です。はい、モデルさんみたいよ、ジャン君、かわいい。ジャン君、あれ、あら、乗るんじゃないんかい。あ、ここジャン君、行きますか。はい、どうぞ。
ジャン君の最近の定位置です。